ナルオ飛行場周辺飛行場の北には、甲子園球場ナルオ側を挟んで、東南側には、川西航空機の工場があった。国土地理院地図、空中写真閲覧サービスをもとに、作成ナルオ飛行場は、かつて、兵庫県向郡ナルオ村に存在していた、大日本帝国海軍の飛行場である。また、川西航空機が製造する、軍用機の主権飛行用も兼ねていた。 帝国海軍の航空基地であり、ナルオ川を挟み、川西航空機ナルオ製作所に隣接していた、軍用飛行場である。場内には、X 字型の交差滑走路を有していた。滑走路前傾接収後に再建された、防潮堤が見られる。また滑走路の X 字交点右上あたりに、管制塔として一時使用されていた旧、ナルオ競馬場本館が確認できる。 向川女子大学附属中学校、高等学校、芸術館旧ナルオ競馬場本館大正3年6月13、14日、阪神ナルオ競馬場で帝国飛行協会主催による初めての民間飛行大会が開催された、それまで水蒸気専門であった、同製作所が陸上機、市電を製作することになった。旧、阪神競馬場は、かつて大正3年に、 帝国飛行協会主催の第1回飛行機協議会が開催されたことがあり、候補とされた。陸上機の試験飛行や周辺地域への防空手段の必要性に鑑みて拡張が図られ、周囲の浜甲子園阪神パーク、甲子園南運動場を接収して飛行場とした。なお、成る競馬場の大スタンドの正面玄関部分は残されて完成塔として使用された。 完成した飛行場には海軍航空隊の332空が所在し、阪神地区防空の拠点基地として使用された。太平洋戦争終戦後、飛行場は米軍の接収を経て各自治体や民間団体へ払い下げられ、後地は浜甲子園団地や向川女子大学の浜、甲子園キャンパスなどになっている。また飛行場の完成棟として使用されていた。 鳴る競馬場の建築物は、向川女子大学附属中学校、高等学校内に芸術館として現存している。ありがとうございます。